中国の銀行で8000億円規模の預金が引き出せなくなった問題で、1000万円を超える高額預金者らへの返金が進まず、大規模な抗議が起きています。中国の複数の地方銀行では、8000億円規模の預金が引き出せなくなり、7月には預金者およそ1000人が集まる抗議がありました。地元政府はデモを強制排除した後、1000万円以下の預金について立て替えを始めています。ただ、高額の預金者や金利を受け取った人は、違法な集金に関わったなどとして返還を受けられず、2日、浙江省でも抗議活動が行われました。我真的也不知道该怎么办了，因为我存的是银行，因为我拿了贴息，现在定义我成非法集资了，这完全是不符合法律嘛，对不对？4000万円を預けた自営業の男性は、返金を受けるまで抗議を続けるしかないなどと訴えています。